天下社隊の助けにござりまする。その後は我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞もござりまするゆえ、最後の最後まで存分にお楽しみくださりませ。それでは侍忍者ショー始まり始まり拍手。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うも、我らが主君徳川家康様。家康様、まず岡崎城にお戻りくだされ。急ぎ伊賀の山々を越えましょう。我ら一人の者がご案内いたします。臨行海地在家康様、先をお見せくださりまして。なかなかでは。じゃあ開けるわけにはいかん。笑っちゃうかな。
お茶がないな。仕方がない、水でも汲んでくるとするか。危なかった。やっぱりそれにしてもうまそう。あー、電車近くに川があったんだ。そろそろおにぎりを食べるか。おお、拙者のおにぎりがない。誰じゃ盗んだのは。うまそう。あお腹いっぱい、満足満足。これは大事な。待て。お主その巻物をどうするつもりじゃ。半蔵様、違いまする。拙者は悟りでございまする。いいや、変化の術やもしれん。お主が誠の悟りであれば、人の心を誰よりも読み取ることができるはずじゃ。わしが今から致そうとする術を読んでみよう。はっ。それでは我らの剣舞をご覧いただこう。